こんにちは。今回も始まりましたデジタルソース。この番組はデジタルアーツ仙台声優科2年のパーソナリティコースの学生がお送りしています。今回の MC は花々です。どうぞ短い間ですがよろしくお願いします。今回はですね、嫌いなものを食べられるにはというテーマでやっていきます。まず皆さんがどんなものを嫌いなのか校内でアンケートを取ってみました。ちなみに私はイナゴの佃煮が苦手です。理由というとですね、口の中に入れた時のあの生々しい感触がどうしても好きになれないんですよね。まあそんな話は置いといてですね、早速アンケートのデータを発表していきます。一番多かったのは最後に取っといて、2番目に多かったデータから発表していきます。第2位はですね、ピーマン。全体の 20% と約5分の1占めてましたね。いや、理由としてはやっぱり苦いとか青臭いということが挙げられました。次に魚介系、そして漬物、果物などいろいろ上がったんですけど、まあ、ちょっと驚いたことが、私と同じように虫が苦手だという方もいました。まあ、理由は私と同じように感触がちょっと苦手だということでしたね。ではお楽しみの第1位の発表です。第1位はトマト、またはトマトジュースということで、これが全体の 40% を占めていました。理由としては、生のままが嫌だという人や、トマトジュースはちょっとという人など、まあそれぞれ美味しい面もあるんですけど、ちょっと苦手な部分も多いみたいですね。さあ、では今回はですね、そんなトマト嫌いな人たちに集まっていただき、美味しいトマトジュース、今回はトマトジュースの飲み方をご紹介いたします。分かりきった質問なんですけど、トマトは嫌いですか？嫌いです。はい、嫌い。トマトジュースは嫌いです。ちなみに理由は？理由、いやー、なんでしょうね。やっぱりなんかメニョメニョっとしてるところが。どういうことだよそれ。あとやっぱり、あ、でもトマトソースの酸味は好きなんですけどね、うん、あー、なるほどね、それわかるわ。味はね、うん、なんだろう、野菜ジュースとかに入ってるんだったらまだ大丈夫だけど、トマトジュースってもう凝縮されてるからそんなに好きではない。まあまあ食わず嫌いっていうのもあるんですけど、まあちっちゃい時に食べたらものすごくまずかったんで、もうトラウマ級ですねトマトは。たまにトマトジュースって塩が入ってたりとかして、すごい塩辛く感じちゃう時があるんですよね。あ、僕はま、トマトは一応それなりには食べられるんですけど、どうにも青臭さっていうか、もう匂いがどうにもあんまり好きになれなくて、ちょっと苦手です。はい、もういろんな理由があるようですね。では早速皆さんに試してもらいたいことがあります。さっきトマトジュースって出たんですけど、今日はスタジオにそのトマトジュースをちょっと加工したやつを準備しました。では早速皆さんにそちらを飲んでいただきますので、まあいろんな感想を聞かせてください。では渡してきますよ。うわー、来たよー。はぁ、いやー、すんごいトマトの匂いがするよ。うわー、ダメだこれ。あ、これこれやばい、吐きそうだ。うわー、俺らやばい、野菜ジュースに近い匂いが。皆さんでは早速飲んでください。うわー、いやー、マジで、はい、じゃあいただきます。いただきます。いただきます。あれ、意外にこれいけるかもしんない。あ、飲みやすい。飲みやすいじゃないですか。ありがとうございます。うん、どうしたのおいちゃん、渋い顔して。なんか無駄に甘いんだけど。甘すぎてきつい、逆に。あ、うん、
なるほど。どうしたの？後味が苦手。後味、うん、後味がどんな感じでした？なんだろう、もう説明できないけど、なんかもうチクチクくる。チクチクくる。チクチク。なんだろう、やっぱトマトが残る。あー、なるほど。え、他の皆さんどうでした？あの、飲みやすいんですけど、今トマトの後味がすんごい鼻の中に今通ってます。なんでしょう、あ、確かに飲みやすいですね。なんでしょう、そしてあのなんかオレンジジュースっぽい味が。あ、私あのいつも飲んでるっていうか、たまに買うトマトジュースよりすごい飲みやすくてびっくりしました。はい、まあ飲みやすいという意見が多かったんですけど、まあ後味がちょっとトマトの感じが強かったようですね。まあでも割と飲みやすかったということで、ちょっと嬉しいですね。はい、では皆さん、このトマトジュースを飲んでみて、この用意したトマトジュースを飲んでみて、このトマトの見方とかって変わったりしましたか？そうですね、でもトマトジュースって基本ドロドロしてる感じがするんですけど、このトマトジュースは意外とサラサラしてて、なんかあれ普通に飲みやすいと思って、飲み終わったんで私は美味しかったと思いました。はい、まあトマトはまだわからないですけど、このトマトジュースに関してはあの飲みやすいし、まあ、美味しかったなと思いました。はい、あのまあトマトをまだ食べるにはちょっと時間がかかるかなとは思いますけど、このトマトジュースを飲み続ければいつかはまあ食べれるようになるんじゃないかなと思います。はい、トマト僕あのまだ結構抵抗があって克服するまで時間かかりそうですけども、このトマトジュース美味しかったんで、このトマトジュース飲んで克服していきたいと思います。はい、僕はトマトジュースがすごい苦手だったんですけど、今日このトマトジュースを飲んでみて、結構飲みやすいなっていう印象を受けたので、今後頑張って、ね、トマトジュースの方克服していきたいと思います。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。今回作った美味しいトマトジュースの作り方です。まず分量はトマトジュース、無塩トマトジュースを 100ml、 オレンジジュースを 100ml、 蜂蜜は小さじ1杯です。で、作り方なんですが、至って簡単、混ぜるだけです。分量の覚え方はですね、1対1対適量がいいんじゃないでしょうかね。皆さんのお好みの味に仕上げていただけるといいと思います。色はですね、ブラッドオレンジジュースのようになります。ぜひ皆さん試してみてください。皆さんいかがでしたか？いや、まだまだ試行錯誤が必要とはいえ、以前より美味しく感じられた方が多かったようですね。工夫次第で苦手なものも美味しくなります。皆さんぜひ美味しい食生活を送ってください。それでは皆さん、バイバーイ。